芝野春彦は日本の震災翼活動家。24歳で上赤塚港湾襲撃事件を起こし、応戦した警察官によって射殺された。日本の震災翼活動家として初めて警察官に射殺された人物である。1966年横浜国立大学に入学。当初は社学道 ML 派に所属し、ML 派横国大グループの中心メンバーの一人と、 なったが、後に、川北光を、川島強氏らの継承グループに ML 派よ国大グループごと合流する。その後、継承の日本共産党神奈川県委員会への合流を経て、川北と川島を指導者とする日本共産党神奈川県委員会が立ち上げられると、その幹部となる。1969年9月に革命左派が、 武装闘争を開始すると、柴野は愛知外相訪米放送組織闘争、厚木米軍基地爆弾事件などに関与して指名手配された。1969年12月に川島剛が逮捕された後は、京浜安保共闘の国外の最高幹部となる。12月18日に川島奪還のための銃を奪取する目的で仲間二人と共に植え、 赤塚交番襲撃事件を起こすが、警察官の応戦により射殺された。12月26日に、日比谷野外音楽堂で、京浜安保共闘と震災翼初派が共催した、芝野同志虐殺弾外抗議追悼集会が行われ、約1000人が集まった。また、ハニゴロウ、井ノマタらは、射殺に対し抗議声明を出した。集会後、京浜安保共闘は、 戦記派の反対で集会本体に参加できなかった赤軍派と共同集会を開催、以降両派の共闘が始まることになる。ありがとうございます。